田中啓氏は戦前に日本ホーリネス教会、清め教会の牧師として活躍。戦後はキリスト教大団重鎮になる。中田茂春監督かしわ犠牲所学院を卒業し、日本ホーリネス教会の牧師になる。1933年に中田茂春監督の進学上の問題で、ホーリネス教会内部で分裂事件が発生する。田中は、 中田茂春監督側につく。1936年のホーリネスは教分離の後に、発足した中田派の清め教会に所属する。1938年6月には、中田の健康悪化のため、中田修身監督の監督業務の代行のために、清め教会では代行委員が設置された。田中は、中田綾芽、斉藤玄八、斉藤康太郎、 森五郎と共に大公委員に選出された。名古屋で牧師をしているとき、1942年6月に治安維持法違反で特別高等警察より一斉検挙される実刑判決を受けて、名古屋無所に移送され3年4ヶ月刑に服する。森五郎1945年11月30日に、元清め教会の牧師殿中と、森五郎、斉藤原八、 中田呂が教団の設立の案内を郵送する。翌年1946年1月から3日、新年聖会を開催して、キリスト兄弟団の設立が決められ、2月14日に、十教会が参加して、宗教法人法令に従って、キリスト兄弟団を届け登記を行う。1947年5月に、第一回総会が、森五郎が初代の主観になる。 1947年秋には、茨城県みのり町橋間に、橋間聖書学院を設立する。1958年、森五郎、谷中博美が、キリスト兄弟団を離脱して、キリスト小教団を設立する。田中は、キリスト兄弟団に残留する。田中が、神田教会の牧師の時に、キリスト兄弟団の分裂が起きた。神田教会は分裂のために、 教会の土地を失う。そこで、百0 0名余りの信徒のために、大久保教会を設立する。翌年、1五十九年に、中田茂春監督の没二十周年と、プロテスタント選挙を1周年記念に際して、中田茂春の電気の観光が企画され、牧師の森五郎と、伊藤る、信徒の川端京五郎と、知らねえエージらと共に発起人になる。それに、 田中と、車田修司、野辺寺天馬、米田勇、小原十三氏、伊豆田誠一らが、北起人に加わり中田派の四つの団体の指導者により、中田重春伝観光委員会が結成される。渡辺善太、安倍吉宗、中田右が顧問になり、米田豊の息子の米田勇によって、中田の電記、中田重春伝が、執筆が依頼される。 1961年、福音派のための新海約聖書を翻訳、刊観光するために新海約聖書観光協力会が組織され、福音的な諸団体が協力する。キリスト兄弟団より、田中が代表として参加する。また、キリスト正教団からは代表として、谷中博美が参加する。東海聖加工誘会東海聖解放、教派の流れ、キリスト兄弟団。 2017年9月11日、閲覧死に至るまで、忠実なれ、2017年9月11日閲覧、堀川勇、新海約聖書の完成まで125ページ。ありがとうございます。